集まれ動物の森、集まれ動物の森、集まれ動物の森、集まれ動物の。さあ今日もやっていくか、集まれ動物の森17日目かな、やっていこうと思います。ひずえさん可愛いな、毎回本当に。早く LINE 返してね。ということでやっていきます。皆さんこんにちは。ただいまのサンキュートの時刻は2020年5月10日日曜日の午後5時51分です。ちょっと今日はね、夕方目にやっております。今日は特にお知らせはありませんが、おー、なに可愛い。待って待って待って、いやイメージ崩れるわ、そんな目すんの、しずえさん。え、待って、レアじゃないこの顔、初めて見たんだけど。昨日から悩んでたクロスワードパズルの答えがやっと分かってすっきりしました。どうでもいい。あ、私言ったら個人的なお知らせをしてしまってすいません。え、かわいい。すごいな、しずえさんから学ぶべきものは多いね。どんだけどうでもいい話をしてもこうやって可愛く、あれみたいな、てへみたいなことをすれば可愛いになるってことか。では本日も楽しい一日になりますように。もう夕方なんだよな、しずえさん。ということで、ちょっと今回なぜまあ夕方からプレイしてるかっていうのにはまあ理由がありまして、前回ね、トタケケさんが来てくれたと思うんですよ。でエンディングを迎えたと思うんですけど、そのトタケケさんがね、土曜日、毎週土曜日の夕方6時から来てくれらしくて、で今日ちょうど土曜日の夕方なんですよ。であと10分くらいでトタケケさんが来てくれるんですよ。でね、トタケケさんにある曲を僕はリクエストしたいなって思ってて、まあランダムらしいんですけど、トタケケさんのね曲の中にちょっと僕のお目当ての曲があるんで、今回はそれを目指して頑張ろうと思います。まあ一気にね、何曲もリクエストできるのかどうかはわからない。よし、まあということで一旦見てみるか。お、たぬきマイレージプログラムからだ。いつもたぬきマイレージプログラム並びにたぬきポートをご利用いただき誠にありがとうございます。ボン、ボンが来た。背後から狙ってるぞ俺のこと。マイレージ、あーそうだ、前回さ、そうだね、交換したね、あれだ、双眼鏡じゃなくて望遠鏡だ。そしてハッピーホームアカデミーからランク B、 知ってるよもう、毎回ランク B なの知ってんだよもう。じゃあちょっと見てみるか。プレゼント開ける。きたー、観光望遠鏡。じゃあちょっとこれも設置しに行きましょうかね、一旦。よし、設置完了、完璧な位置に設置できたわ。え、どこに設置しただって、ここだよ。これアイダハウスをめちゃめちゃ見れる望遠鏡。そしてフラッペがね、これを聞いているんですよ。実はこれ向こう向いてすまし顔してるけど、実はめちゃめちゃ聞いてるからね。え、アイダさんの家が見れるですってって、めちゃめちゃ近いよ。もうただの紫にしか映ってないからね、これで見てもアイダのこと見ても。まあとりあえずフラッペに事情だけ聞いとくか。フラッペ、チャオ、元気、ヒヤリ。こいつ。もうチャオとヒヤリで元気を挟むな。お話しよう。張り切ってお散歩してたらお腹が空いてきちゃったな、あとでおにぎりでも食べよう。ヒヤリ、おにぎり食べんだペンギンなのに。ペンギンなのにっていうのがいけないね、ペンギンもおにぎりを食べる時代だよ。あれ、どうかしたのヒヤリ、ちょっとあげるか、なんか、え、あたいなんかくれんのヒヤリ。なんかあげるようなもんあったっけ、木の枝あげよう。浮いてる木の枝が、あ、木の枝だだー、いや産みづらい。サンキュー。おお、ここに来てフラッペもやっぱ狙ってんだね。サンキューとではサンキューでしたを、サンキューって言ってくれた。役に立ちそうなアイテムをくれるなんて優しいねヒヤリ。あ、でも別にお金とかくれないんだ。いや気まず、絶対いらんかったじゃん今の。まあいや、とりあえずじゃあちょっと今回もあ、ミスズ元気か、ミスズ、ミスズにも話しかけとこう。ミスズはね、セバスチャンのこともボンのことも狙ってるからね。元気そうで何よりだわ。あらあら、おしゃべりしようか。私今日はまだやりたいことが山積みなのよね。あらあら、おい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 、これアピールしてきてるわ、ボンとセバスチャン。もう山積みってそういうことだよね、だって普通に一人狙ってるだけだったら山積みとは言わないもんね。うわー、話もすぐに切り上げられた。やっぱ気づいてる俺には冷たいんだ。
とりあえずじゃあトタケケさんが来るまでもうちょっと時間あるんで、その間まあ化石でも掘ってようかな。島クリエイター前回解放されたからね、その要素も楽しんでいきたいっていう気持ちはあるんですけどね。まあなんて言ったって僕旗もう白だからねこれ島の旗からなんとかしなきゃいけないの絶対に。まあ いや、とりあえず掘っていきましょう。やっぱ夕方だと外に出てる住民が少ない可能性があるな。これなんかアイダも家の中にいる感じなのかな。うわー、ジョニー来てねえか今日も冷静に考えたらさ、ジョニー待ってんのなかなかあれだよね。遭難しろって言ってるみたいなもんだからな、それって。そういうことじゃないんだよ。てか結構でかくねこの魚影。ちょっと久しぶりに釣りするか。4月の夕方だし、なんか出てくる魚も変わってそうだしね。釣ってみよう。ここはね、ニシキゴイが釣れることで有名なんだけど、どうだ？あー、これは鯉か、普通の。まあいいじゃん。かっこいい。固まってる？ジャック？ジャック？みんな、ジャックが固まってる。え？標本にされてる。あー、よかった。ジャック、焦ったよ、今。いや、どんな感じ？キリ。話に来たよ。春のサンキュー。今この瞬間を忘れないよう心のアルバムにしまっておこうか。キリ、何言ってんだジャック。どういうこと春のサンキューって。まあいいや、とりあえずだいぶもう化石とかも見て回れたんで、多分もう6時も余裕で過ぎてるね。6時10分なんで。なんでいないのこれ。あれ、広場に来るんじゃなかったっけ。ちょっと調べます。え、なんでいない。え、待ってね、この集会所の前に来るらしいんだけど。え、なんでいないのこれ。ええ、待って、今日日曜日なの。もうなんだよそれ、うそー、今日日曜日なの。いや、俺の土曜日返して。うっそー、マジ一日間違えてんじゃん俺え、さっきしずえさん土曜日ってアナウンスしてなかった。おいおいおい、ちょっと一旦ふうたさんで心落ち着けるわ。マジか、やっちまったわ。みんな曲のリクエストできねえ来週だまた。あー、ふうたさんこんにちは。ちょっと悲しいことがあったんです、ふうたさん。慰めてください。あ、ごめんね、こんな黒いサングラスかけてて。失礼だよね、ごめんね。でも、ふうたさん、僕はあなたのこと好きですよ。お、2個もかぶってなかったんだ、素晴らしい。よーし、じゃあ、渡しておきましょう。いや、ポキオ怪しすぎんな、マジで。盗みに来たやつだもん、完全に、こいつが博物館に来たら。見たことあるぞ、海外の映画で。こういうやつが博物館に忍び込んで、なんか、取っていくやつ。セバスチャーン、やっちまったよ、一日間違えちまった、セバスチャーン。助けてくれ、俺。セバスチャーン。焼肉セット。もう、セバスチャーン。助けてくれ、一日間違えちゃったんだ、俺。こんなものを作るなんて、オイラって天才かもな。お前もそう思わないか。バサバサ。何を作ったんだ？何作ってんの？ちょっと鉄骨を作ってる。いや、まあ鉄骨を作ってるのはいいとして、ポキオの今のあの選択肢、もう一個の方見た？興味ないですってめちゃめちゃ他人事だったんだけど、もう一個の選択肢、ポキオの闇がまた出てますね。鉄骨ってなんだ。筋トレしたらビビってひらめいてさ、いても立ってもいられなくなってこうして作ってるところなんだ。鉄骨って、うん、作り方教えてほしい。鉄骨ってあの鉄骨どういうこと。まあ見てみよう一回。ありがとうレシピ。まあ俺らでも簡単に作れるんだから適当でも大丈夫だぞ。頑張ってくれ、バサバサ。ポキオのこと結構信頼してくれてんな。なんか気になんない、これ焼肉。次は自分なんじゃないのって思ってない。ちょっと見てみようか、鉄骨。鉄骨を覚える。鉄骨を覚えるってなんだよ。でも DIY してる率高いね。なんか見てみます、鉄骨。あ、これじゃない。いや、作れん。ここでは作れん、絶対に。おい、そんな叩いて作れんって。工場が必要レベルだって、これは。さすがに。鉄鉱石20個も使うんか、てか。いらねえなぁ、絶対に。
でもセバスチャンはね、こうやって大丈夫だよポキオ、鉄骨を作れば大丈夫だからって励ましてくれたな。あとアイダだ。やっぱね、初期住民の2人に慰めてもらうのがね、僕のね、もう飛び盛りでのね、あれなんですよ、唯一のね、癒しなんですよ。だから困った時は行けばいい。そう、信頼関係すごいから2人とも。まあね、やっぱね、みんなに対して平等に愛は降り注いでますが、僕のね、僕の愛は降り注いでるんですけど、でも中でもって感じですね。もうアイダの家さ、マジでこれなんかちょっとかわいそうだな。なんかあげようかな、本当に。あまりにも少ないよね、物が。ボキオ、来てくれたんだね。はーん、おしゃべりしよう。うちさ、この島で暮らしてるみんなのことちゃんと知りたいと思ってるんだ。おお、嬉しいね。なんかアイダもそういうのに興味津々なんだ。俺もアイダのこと知りたいよ、もっと。というわけで、あんたのことも教えてよ。そうだね、例えば、なんだ、ポキオはさ、どういう本を読むんだい。はーん、いや、エロ本だけど間違いない。レシピ本、漫画、旅行ガイド、それ以外本は読まない。それ以外。うわぁ、なにこれ。エロ本いけんの。ちょ、入力していい。本当にごめんなさいね。熱盛に対して、こういう扱いして、僕ごめんなさい、本で熱盛を。でも、どうしてもこれを打ちたかった。うん、で、ちょっとなんか、可愛げがないから、これだとポキを。なんか、伸ばしとこう。エロ本。余計気持ち悪くなった。余計気持ち悪くなったけど大丈夫かな。いきます、決定。エロ本。そうです。エロ本か。あんたがそんなに好きだって言うなら面白いんだろうな。ないんだよ俺、本当に一回も本当に読んだことない、人生において。うちも読んでみたくなってきたよ。豆吉くんのとこで帰るかな。やめてあげて、豆吉を被害者にすんの。またうわー、やべー、教えちゃったよ、アイダに。もうアイダに教えちゃったよ、エロ本を。でもちゃんと飾ってくれてんの愛おしいな。いやー、でもなんか元気出てきたわ、アイダ。よかったー、マジで。さっきのミスを取り返せたわ。これ何？たぬき商店来たんですけど、ファッションケース。すごー、めっちゃピンク買っとこう。あと右にキッチンがある。キッチンは買おう、キッチンは絶対に。フレームキッチン。うわ、でもなんかちょっと、なんて言うんだろう、おしゃれなんかこれは。おしゃれか。高っ。14万。買えない。買えない。毎度ありがとうございます。あれ、でもお金が足りないようですね。当店はローンのお取り扱いがございませんので、現金を持ってご来店くださいさーい。うわー、マジか。恥ずかしすぎる。初めてだ、買えなかったの。何それ、買いて。14万集めようかな。壁掛けブラックバス。これ買ったらもうブラックバスしか釣れなくなりそうだからやめるわ。何それ、14万って。たっか、びっくりしたんだけど。ちゃんと請求してくんじゃん、お金。しかもローン対応してなくて14万ってなかなか鬼畜じゃないか。せめてクレジットカードは対応してくれ。なんで現金派なんだよ。やっぱなんかやってるだろ、闇取引みたいな、脱税みたいなの。絶対おかしいって。ボン狭くない、そこ。ボン狭くないか、ちょっと。ここさ、例えばさ、こうやって悪魔が来てさ、これってやられたら、うわちょっと、ボンのその足元に、ボンの足元にあんだけどな、鉄鉱石が。ボン、ただこうやって座って、ただこうやって座りながら空を見たりしてるだけなのに、お腹が空くのはなんでだろうね、ママ。ママって呼び方やめてたから。お、立った。おお、普通に回収できるわ。うわー、罠かかってないかな。もうこの無人島動物がいるらしいからさ、かかるかなって思ったんだけど、これ今持ってるやつ売ったりしたら割と14万ベルいきそうだね。意外と簡単にいけそう。っていうか、まあ正直最悪果物売ればいいんだけどね。でも結構果物収穫して売って、銀行 ATM に預けてたりもするから、まあ、買えないことは全然ないんだけど、正直。ちょっと売ってみるか一回。あー、てか株取引とかもしたいね。ちょっと待ってよ。これで、ひらめで、これ結構長くになると思うんだけどな。あともう草も売っちゃおう。よし、どうだ。
お、1万か。まあでも10万か。オッケーオッケー。よし。あとちょっとだぞ。絶対買いに来るからな。いいかも。フラッペがさ、飴食べてんだよ。めちゃめちゃ可愛くない？うわ、癒しだな。フラッペ。何その移動。何その移動。何が気に食わなかったの？影に行きたかったんかな。やっぱ日焼けとか気にするんだね、フラッペも。みんなジャックずっとこうやってる。さっきから30分くらい経ってるけど、ずっとこうやってんの、ジャック。なんなん？何が目的なん？あ、てかお金のなる木とかでもよかったね、別にこれ。わざわざこの果物を刈らなくても。植えて結局、収穫してないお金のなる木がいっぱいあるんだよな、産休と。めちゃめちゃ治安いいでしょ。それが一向になくならないんだぜ、三球島は。みんな無欲なんよ。いや、またこっちに入れ替わってる。フラッペ。それな、な、それなんなん？その、何が違うの？なんかあるんだろうな、こだわりが。きっと、フラッペなりに。よし、これ売ったら、さすがに14万いくんじゃないかな。結構果物を持ってきたんだけど、どうですか？どうですか？どうですか？まあ、ミノムシは売らないでおこう。よし。これ売っちゃう。どうだ？うわ、全然いかね。全然いかなかったわ。もう一回取ってきます。てか、まあ、お金のある木から取ってこよう。1万ベル。1万ベル。1万ベル。14万、何円だっけ？いや、まあ、こっちも回収しとくか。1000ベルか、これ。しょっぱいな。まあでも多分こんだけあれば14万9000あれば確か買えるはず。よーし、やっと買えるね。やっぱ1万ベル、あの3万ベルが取れる木っていうのはでかいね、動物の森界では。いや、いいね。なんかあれやっぱ育てるべきなんか。毎回結構ね、もうスルーしちゃってるんだよね。なんか結局お金ってそんなにもいらないことが判明してるから、動物の森ではスルーしちゃいがちなんだけど。さあ、こちら早い者勝ち。あ、14万ね。買っちゃう。よーし。いや、だいぶ高かったけど、14万ベル。だ、ちょっと置きに行ってみるか。皆さん、僕が本当に自分のために買ったとお思いですか？さっきのキッチン。僕はある方にプレゼントしたくて来ました。おお、いい感じじゃん。あ、いいね。あ、ちゃんと火もつくし。これ水も出んのか？水も出んのか、まさか。あ、水は出ない感じなのかな。あ、水は出ないけど。いいじゃん。結局自分ち。嘘だよ。嘘だよ、そんな。そんなことしないよ。あ、いいだ。渡したいものがあるんだ、君に。気がつくまで、ゆっくりしていきな。はーん。いや、嬉しいな。もう、信頼関係すごくない？これいらない？しょうがないね。受け取ってやらないこともないよ。お、ツンデレ出してきてんな。これでフレームキッチンは出すからね。ちょっとなんかあげるよくらいのノリで。フレームキッチン。ちょっと重いかな、さすがに。うわ、フレームキッチンだ。ありがとう、ポキオ。うちの好み、よくわかったね。あんた、いいセンスしてる。いや、嬉しい。褒めてくれた。近いうちに部屋を片付けて、これを飾らなくちゃね。すっごく楽しみだ。さすがに、ただじゃ悪いから、お礼にレインコートを受け取ってくれ。いや、マジか。服のプレゼント。レインコート。来ます、来ます。いや、この家に、ついに、フレームキッチンが嬉しいね。どうだ？いや、雨降ってなくね。よーし、19時になった。電気つくんだね、ちゃんと。よし、じゃあ離島ツアーに行きたいと思います。今回、きっと、新しい住民も出会えると思うんだよね。あそこに、ね、売り土地があるんで。まあ、それもちょっと見つつ行きたいと思います。お、久しぶりだな、なんかちょっと。ちょっと時が空いた感あるからね、もう。お出かけしたい。ちょっとそろそろ本当に行きたいな、サソリ島。もう俺だけじゃない、サソリ島こんだけ粘ってんの。もうなんかそういう話題一切聞かないもんね、ツイッターとかでも。なんか何なんだろうね、なんで俺だけこんな出ないんだろうね。結構な数行ってるよな、この離島ツアー。
さあ来た。ロトリーありがとうね。よーし、ありがとうありがとうありがとう。どうだ、どうだ。うわー、来たことある。あれ、しかも新住民もいないよ。なんで来たことある上に新住民もいないんだけど、なんでこれ、なんでなんで、うん、なんで。あ、便箋は落ちてんのか。え、待って、マジで、俺サソリじゃない。え、これサソリ島。ちょっと待って、捕まえるわ。マジか、やばやばい、めっちゃ威嚇されてる。待てよ待てよ、気をつけろ。イケポキよ。あー、うそー。待って、マジか。なにこれ、一発で死んじゃうの。うわー、誰に連れ戻されたの。お、意識が戻りましたか。いや、だいぶ危なかったんだ。もう心配なさそうですね。この島は危険な虫もいるみたい。うわー、マジか。待って、これマジで、これサソリ島なの。嬉しいんだけど。本当に、たまたま一体いただけなんか。いなくなってるわ。ちょっと待って、捕まえて。いや、タガメはいるけど、サソリはただ一体いただけか。うわ、ただ一体いただけ感すごいな。待てよ。うわ、今の捕まえるべきだったな、絶対に。やってしもうた。粘るぞ、俺は粘るぞ、絶対に。絶対に捕まえるもんね、一匹は。一匹は絶対に捕まえるもんね。ダメだ、出てこない。帰ろ帰ろ帰ろ。15分くらいやってから出てこないわ、全然。あれ、運良かっただけだ。帰ろ帰ろ帰ろ、帰りまーす。これってさ、ご制約になってるけど。あ、ヤマト様。ヤマト様なんだ。誰、俺呼んでないのに来てる、勝手に。ご新居建設予定地。ヤマト、かっこいい名前、ヤマトが来るらしい。楽しみだね。じゃあ、ちょっと今日は別にこの集まれ動物の森を投稿する予定はないんで、一旦明日まで時間を進めてヤマトさんを迎え入れて今回の実況終わろうかなと思います。じゃあ一旦明日まで、これ明日まで初だね。明日までの待ちます。せーの。さあ、1日経ったぞ。ヤマトが来てるらしい。あ、ヤマトの絵が立ってる。やめてやめてー、やめてー。お邪魔しまーす。楽しみ、どんな子なんだろう。名前的にめちゃめちゃかっこいいからね。めちゃめちゃイケメンだったらどうしよう。またまたジャックに次ぐくらいのイケメン。なんか、なんか後ろ穴開いてない？怖くない？怖っ。なんか通気口みたいのある。おう、おめえ、この島のやつか。俺、ヤマトってんだ。やだー。怖ーい。ワニじゃん。今日この島に引っ越してきたばかりでよ。見ての通り、まだ二ほどきが終わってねえんだ。もう牙も出てんじゃん。今日は片付けだけで終わっちまいそうだぜ。島を見て回るのは明日かな。プシュー。かわいい。語尾だけかわいい。うーわ。ヤマト。うわ、この、見て。床のこのさ、網目とさ、この口についてる網目が一緒なんだ。お揃いなんだ。怖え。待って、食われんなこれ。え、怖い。今の笑顔も怖えよ。食われんじゃないかな、ポキオ。気をつけような二人で一緒に。アイダここにいるね。ってことはアイダの家の確認できないか。アイダのシステムキッチンも確認したかったんだけどね。とりあえず、あ、タヌキ開発。あ、セバスチャンからも来てる。あ、1000マイルありがとうね。セバスチャンどうした、元気かー、ポキオー。なんだこの。すげえおしゃれな手紙で送ってくんじゃん。たまにはこうやって文字で語り合うのもいいもんだよな。普段言えないことも文字でなら書けそうな気がするんだ。で、おいら大体何でも喋ってるけどさ。いや、書けじゃ。文字でしか書けないこと書け。アスリートのセバスチャンより言うな、自分でアスリートとか。なんだあいつ。一応見とくか。
なんかね、島を結構見て回ったんですけど、まあ、特に何かイベントが起きてる感じはしなかった。うん、今のところ。うわソフトクリームかぶりはいらん。もう持ってんだよその色、いらん。もうありがとう、サンキューでした。お、どうした、セバスチャン、さっきの手紙か、頑張ってるか。うるせえってお前、ちょっとそんないいって言ってんでしょ。ええ、大声で応援するのって結構気持ちがいいぞ。バサバサ。いやでも今気持ちよかった、叫んで。お前も頑張れを使って誰か応援してくれよ。お、筋肉万歳。なんだこいつやった、ポケがついに人を応援することを覚えた。ファイト。いやいいじゃん、やっと初めて人を応援することを覚えた。さて、飴を食べてるボンを応援してみよう。やっぱね、飴を食べるのも結構ね、頑張らないといけないことだから。あ、待てよ、ここで登録してみようか。で、ここに登録と。頑張れ、どこだ、頑張れ頑張れ頑張れ。どっか行かないでボン、ボンどっか行かないで、俺の頑張れよ、俺の頑張れを聞いてくれ。あ、待て、行くよ、頑張れ、行くよ、せーの。無視だけはやめて。よし、じゃあということで今回のパートはここら辺にしとくか。いやー、なんかテラスハウスだったサンキュー島がさ、一気にさ、無人島殺人事件になりそうだけど、まあもし殺人事件が起きたら、殺人っていうか、まあ誰かが死んだらヤマトです、確実にね。ということでタクにも伝えておくか。一番やられそうだからな、やっぱし。お話ししよう。今日のサンキュー島も素敵ね、潮の香りで心が満たされるわ、やっぱし。もう死ぬ前のセリフ気をつけてね、タケ、本当に夜とか。まあということで、もう本当にヤマトにだけは狙われないように頑張っていきていこうと思います。ああ、このソフトクリームランプはね、アイダ色にしておきましたということで、ご視聴ありがとうございました。いやー、ヤマトの部屋も次回楽しみだし、アイダのシステムキッチンも楽しみですね。で、まだまだ多分住民は来ると思うので、そこら辺も注目していきたい。でも本当にそうなってくると、俺も負けないようにね、部屋を負けないようにしなきゃいけないけど、どうしようかな。あっ、ヤマトに食われないように必死。